古来から自然の恵みに感謝しながら共に生きてきた日本人の考え方を世界に発信しようと去年発足した3000年の未来会議が伊勢市で初めて開いた一般公開のセミナーです今日は日本を代表する宮大工や東京農業大学の名誉教授それに伊勢神宮の旧麒麟を2年間にわたって撮影した 自然史映像作家がそれぞれの立場から自然と共に生きる神宮などについて説明しましたこの後未来会議の中井徳太郎代表理事や伊勢神宮の吉川辰美んじらが加わり伊勢神宮の持続可能な仕組みなどについて意見を交わしました